ご期待に添えなかったこと、お詫び申し上げます。これからの兵庫県政が冷静にできる限り正確な情報と建設的な議論に基づいて推進させるされるっていうことを私はもう心から願っております。ひとまず私からのコメントは以上です。